福岡県久留米市の道の駅久留米で冠水した車のドア開放体験ができるなど交通安全を呼びかけるイベントが行われています。イベントが行われているのは過去4年間大雨で甚大な被害を受けている久留米市にある道の駅久留米です。ブースでは水害の怖さを改めて認識してもらおうと冠水時に車のドアにかかる水圧の疑似体験も行われています。全然ないです。成人男性でも車のドアが半分ほど冠水した状態だとドアを開けることができず、担当者は冠水する前に車を乗り捨てるなど早めに判断するよう呼びかけていました。子ども安全免許証がもらえる交通安全クイズや1000円以上の買い物でクーポン券などが当たるガチャガチャもあるこちらのイベント、今日と明日の2日間行われています。